私たちスパックは私たちの周りに演劇を舞台芸術を必要としている人たちがいるということを必死必死と感じています。え例えば人生を豊かに生きるためには必要だという人がいてまたそれがないと水を失った植物のように精神が干からびてしまうという人もいます。 そのような方々にとって演劇はうーん精神の栄養であり魂の水です私たちは常に演劇を必要としている方が一人でもいるうちは演劇を届け続けなければならないと考えてきましたそして今回の危機が人々を一層孤立させる中 その必要はますます膨らんでいると感じていました。しかし今私たちは今年の演劇祭の中止を決断いたしました。すべての海外アーティストの渡航が不可能になってもスパックの作品だけは上演するぞと考えていました。 それは今俳優が集まって演劇の稽古をすることが私たちの周りの人たちの身体的危険を増やす可能性があると判断したからです。 演劇・舞台芸術の最も基本的な定義は生身の人と人が向き合うことです。今生きている人の体が全身から発している膨大な情報をなるべくたくさん交換し合うことです。だから演劇を作っている者たちにとって 稽古場に集まることを断念するということは、自分の根っこを土から引き抜いてしまうことです。栄養も水も立たれることです。しかし今、そうするしかないと判断を下しました。 そして観客の皆さんとスパックの私たちがともに演劇を必要としているのに演劇を断たれたものとなりました。私たちは皆さんに演劇を届けることができなくなりました。そこでこれからは演劇を断たれた状態でどうやって生き延びるか。 を皆さんと共に発明しようと思います。俳優は今や稽古場ではなくおのおの部屋にいます。これほど物理的に切り離された状態で私たちは何ができるでしょうか。でも何かできなければなりません。絶望に沈まないために。 世界とつながり続けるために精神を枯らさないために今を持ちこたえるために地球上のあちこちでやはり演劇を失ってなお耐えている大勢の孤独な魂と連帯するために今の今必要な 演劇みたいな何かをきっと見つけてお届けします。ね、えちょうど、カニが手に入らない時のカニかまぼこみたいに、演劇カニかまぼこをお届けします。